涼しかった、めちゃくちゃ。前回なんか全く人いないかなと思って、思ったよりはいたんですけど、でもスカスカでスカスカでって言ったらなんですけど、人と会うこともなく、こう直接静かに過ごしました。なんか新しいなんかベッドみたいなのが追加されてた、キャンプ用品あの日よけみたいなやつと同じところのなんて言うんだっけあれ、なんかずっと言ってたけど名前覚えらんない、ちょっと失礼します。ヘルペスっぽいのできた時にね書いちゃった。途切れ途切れ、ほんと？ちょっとまだ始まったばっかなんで安定してないのかもしれない。そう、なんか多分誰かが言ってくれたら思い出すと思うんですけど、なんかこう立てるやつ、テントじゃなくてこうかけるやつ、タープ、タープかな、伸ばし棒入ってたと思うから多分それだ。それと同じとこのやつが増えてた、なんかウサギみたいなマークのとこのやつ。途切れるってまだ調子悪いのかな、どうなんだろう。聞こえますか、聞こえるのは聞こえるのかな、あのあれかな、なんだっけ、途切れる、もしもーし、会議中のため無音ですだって。聞こえますか、あーちょっと待って、すごいどっかの選挙カーの音が聞こえる、やっぱいろんなところ行ってるのでねそう、あのね、まさかやってると思わなくてまあ仕方ないですね聞こえるならよかった、すごいいろんなところに行ってるから絶えず喋り続けたいと思います、みんなが気にならないようにちょっとカクカク止まるって、もしひどかったらちょっと更新してみてください。なんか画質的には全然大丈夫なので、選挙カーっていろんなところの聞こえるよねそう、なんか自分耳良くなった気分になる、すごく遠くの聞こえて近くにいるのかなと思ったらもっと近くなってめちゃめちゃ遠かったんだみたいな感じそう、行ってくださいね選挙は皆さん、まああの関係ない人ももちろんいると思うんですけど本当今日ね日焼けしてない、大丈夫、そんなはずはない、日焼けのせいにするっていう来ましたまんま読むけどのキャンプ用品、そうなんかウサギの下にそう書いてあった気がする、ロゴの話なんですけどそうなんか次はなんか来るって言ってた、なんか焚き火用のなんてろかんてろ、ちょっと忘れちゃった、詳しくなさすぎて。花粉は大丈夫なのって、全然今日ねムズムズするなって思ったけど、多分黄砂のせいかな、なんかムズムズするけど痒くはないみたいな、なんだろう、なんかさ意味もなくくしゃみする時あるじゃないですか、別になんかちょっとムズっとしたなみたいな、それがちょっと続く感じでも一回すごいくしゃみしたら、どえらいくしゃみしたらね治った、そう一度だけね、本当にどえらいくしゃみしたら、もう全然可愛くないくしゃみしたら治りました。ちょっと飲み物失礼します。ちょっとね今にあのニキビパッチじゃない、なんだっけこれ、口内炎パッチ貼ってるのですごく喋りにくいけど、痛くないからすごい喋っちゃう。さっき買いに行って家帰って30分ぐらいあのちょっとゆっくりというかちょっと落ち着いてそう買いに行きました。本当はなんか明日にしよっかなと思ってたんですけど、あの耐えられなくて久しぶりに買いました。なんか前買った時にすごい感動して、そう
なんかね効果は分からないんですよね。そうだから ですけど、やっぱ痛くない、うん、まあなんか使い終わるうちに治ってくれたらいいなと思う。やっぱ刺激早い、その成分もあれかもし大事かもしれないんですけど、なんだろう、歯に当たらないってだけですごい治りが早くなる気がする。そう痛くないだけでもすごいありがたい。なんか、ね、いつもはねできるとしてもここの裏あたりなんですけど、ここの裏なんですよね。だからすごい困る、うん。しかもそのビタミン不足とかよりもなんか明らかに歯ブラシが刺さったんですよ。痛っと思って、そう痛っと思ってたんですけど、それが次の日多分ねずっと喋ったりしてて当たるんですよ、ちょうど。そう一番出っ張ってる歯が、出っ張ってる歯、犬歯が当たっちゃって擦れちゃって、ビタミン剤ですぐ治る。おむちゃんビタミン剤飲んでるんですよね、朝昼晩食後に3錠ずつ細かい。そうなんだろう、当たもう気使いすぎて疲れるそうでもさやっぱ食後の歯磨き大事だから毎回耐えながらやってる、うん、そうなんです。外傷性ですね今回は。ちょっとかっこよく言ってみた。そう、まあ、治すためにはもちろんビタミンも大事なので継続してできるだけ食べ物から取りたい。でも実家に帰ってからはもう本当にすごい健康的な食生活、普段もねできるだけ気をつけてるけど、やっぱなんだろう、食材の関係だったりで一人暮らしなのでどうしても、ね、やっぱ実家の方がすごく健康的な食事になる、うん、ちゃんと食べた。なんでなんならいつもよりビタミン取れてると思います。食事で、そう食事でちゃんと栄養を取った。いつも取ってないわけではないけどいつも以上に、うん、そうめちゃめちゃ痛いよ本当に。何の嫌がらせかと思ったもん朝起きた時。なんか今日はなんだろう、へこんでるんですよねちょっと。でもそれがマシになってるけど全体的にちょっと腫れてて、ここがそうだから、なんか腫れのおかげでそのへこんでるのがマシに感じてるのか本当にそうじゃないのかが分からないなんで今は口内炎パッチでなんとか痛みに耐えてます。本当に全然違う。でも喋り方が変になる、うん、もう本当にこの裏、ここの裏、真裏、ここか、ここの真裏です。本当にだからなんだろう、めっちゃ動くところ、動くし歯にも当たるところ、うん、なんでせめてね、あ、公園はちょっと無理かもしれないな公園には間に合わないかもしれないんですけど、できるだけ早く治ってくれたらいいなと思います。口内炎パッチも貼ってるので、うん、やっぱ塗り薬もあるけど、なんだろう、結局当たって痛いからさ、もうね覚えてしまった。でもここだからすごいなんかやっぱ歯にも当たるし結構スレスレだし変な感じ、剥がれるんじゃないかなと思ってこうやって舌で確認しちゃう頑張ります、直すの。もうね気にしないのが一番ですよ。まあ気になるけど引っかかるから。でもそのできるだけ食べないときはつけといて、寝るときとか。でもさ寝てる間にさ飲み込んじゃいそうだよね、うん、きっと大丈夫。物食べるとき気使う、その位置ってそうなのよ。なんかね左で噛むとその当たってこう痛いし、だからって右で噛むとなんか物の味、塩っ気とかがダイレクトに染みる、うん
食べるときはね外す一応。なんか一緒に飲んじゃってそうだから巻き込んで。うん。で今日なんか配信中にちょっと出てきたらすいません。多分で大丈夫だと、まだね2時間も張ってないから大丈夫だと思うんですけど。やっぱ自然と剥がれますって書いてあるので、うん、きっと大丈夫だと信じてやって、剥がすか悩んだけどね、まだあのそんな時間経ってないからなんかもったいないなと思って、あの3分前、始まる3分前ぐらいまで悩みました。衝撃以上、何時間持つ、どうなんだろうね、わかんない、本当に自然と剥がれますって書いてあって、うん、一応なんか飲み込まないようにしてくださいみたいな感じで書いてあるけど、なんだろう、まあ飲み込もうとしたわけじゃないけど飲み込んでしまう可能性ももちろんあると思うので、なんかその飲み込んだら死んじゃうとかはないと思うので大丈夫だと思うんですけど、一応ね気をつけてます。そもそも何枚入りなんだそれ、10枚入りですね、10枚入りで1000円ぐらいだから、治ってほしい、結構飲んでほしいっていうか、そう早急に治ってほしい、うん、そう塗り薬じゃねえ、舐めちゃうからどうしても、口内の時は柑橘系は恐怖だよね。でも昨日 PA がタイさばいてて、でお寿司にして食べたんですけど、当たり前のようにしみ、でもね思ったんですよ、なんかね口内炎痛いとはいえ割と普通にご飯食べちゃうから、例えばさ歯の矯正して痛くて食べられないっていう人多いじゃないですか、でも食べてそうだよねってママと喋ってた、うん、そう今日の朝も震えながら白湯を飲みました。飲まないっていう選択肢はなかった。楽しかったです実家。だから毎回弟と妹に会わずに帰っとる気がする、こっちに寝とった、家出るときに、まあちょっと早めに家出たので今日はね、うん、とりあえず刺激があるものはもう何でも、その飲み物系も当たることによってしみるっていうか痛いしって感じ、何でも痛いけど、そうでもそれより食欲とかの方が勝っちゃうとしたら、うん、これで食欲なくなってくれたらいいのにって思いつつ、お腹鳴った、全然お腹空いてないけど、ふふ、ストロー使っていいね、ストロー使おう、飲み物飲むときちょっとは楽そう、うん、おいもちゃんの妹の身長が気になる、155ぐらいじゃないですかね、うん、そう弟は今日は健康診断って言ってました。健康診断ってなんか9時以降食べたり飲んだりしちゃダメとかあるじゃないですか、なんかちょっと嬉しそうだった、なんかそういうとこあるんですよ弟、本当になんだろう、なんかちょっと例えば仕事これ大変なんだよねとかが嬉しそう、明日早いじゃん、ね、やっぱりなんか、うん、嬉しいんだろうなと思って、そうちょっと俺明日健康診断行け食べれんじゃんねってそう弟はねカリカリなのでもうちょっと食べて太ってほしいですね、もうすっごい食べるんですけど、お菓子食べるかな、よくないね、うん、やっぱお仕事とかやっぱさ働いてお給料もらえるっていうのが楽しいんだと思う、
うん、なんか楽じゃないけど仕事はもちろん働くってことはけど、その分ちゃんと帰ってくるっていうのが、アルバイトとかしてなかったし嬉しいんだと思います。車もね、もう1年経ったのかな、運転し始めて。これから安全運転でよろぴくって感じです。初心者マークがボロボロになってた、色あせて。健康診断、なんかおもちゃん二十歳になったら受けようとか思ってたけど2年経っちゃった。やっぱ早期発見が何事も大事な、もちろん何もないのが一番だけど、手遅れになったら良くないのでやっぱ行かなきゃですね。慣れた頃が危ないから気をつけてほしいでね、本当に。バリウムとかまだ飲んだこと、そう、それが一番怖いかな。うん、ちゃんと大人になったので自分でやんなきゃ全部。うん、遊びに来たよだって、ヤッホ。胃カメラなんかね、やっぱ怖いんですよね、何にしても。なんか初めての検査とかって、バリウムって飲むかなって。でも飲んでると思う。なんか毎回 PA もママも言ってる気がする、バリウムがどうのこうのって。なんか絶対に咳込まないでくださいだったかな、けど絶対にってなるって言ってた。今バリウム飲まないやり方流行ってるって。そうなんだ。もう私も寝とる間にやってほしい全部。30超えてからじゃないと。あ、そうなんだ。超えたくないな。35歳以上。そうなんだ。ゲップしないでくださいかな。その、でもなんかここら辺についてる。でもダメって言われたらしちゃいそうだよね。うん、最近は胃カメラの方を選ぶ人も多いやって。見えるのは似たような項目なんですかね。もうなんか聞くだけで嫌だ。そうですね。でもいつかは受けなきゃですね。すごくカラスが鳴ってるんですけど。血液検査のこんなに抜くんですか、か、え、何本取られるんだろう。動揺が出た。でも血液検査は何度か受けたことありますね。その項目してアレルギーとかもそうだけど、で一回アレルギー検査した時に本当に具合悪くなって、あのなんだろう、ふぅってなって、もう 汗止まらなくなって、今度から寝かせてもらおうって思った。でからは寝かせてもらってからするようになりました。っていうほどやってないけど。そう、うん、なんでなんだろうね。やっぱそういう風に思っちゃうのかな。なんだろう、血抜かれてる今みたいな、体がなんかゾンゾンしてきたからやめよう。そう、うん、そう、倒れたら危ないから事前申告で毎回聞いてくれるので、採血で具合悪くなったりしますかって、しますって言う。ちょっとあのベッドのところで採血します。
一回さ手力入れるじゃないですか、こうやってる時で力抜いてくださいって言われるけどさ、こっちの力抜いてるつもりでもだって全然力抜けなくてこう無理やり開けられたことある、こうやって。そう懐かしい、もうそれがゾンゾンって何ってなんかゾワゾワするみたいな感じ、うん、ゾワゾワしてくるって感じの意味です、きっとね。中学生の頃めっちゃしんどかったけど大人になって平気にはなったよって。でも大人の時だもんな、むしろ中学生の時とかの方が全然平気だったと思う。うん、そう坂池だけってどうなんだろう。でもねおばさんも使ってた、うん、でも PA も使うから全然今日前髪がもう油かぶったかと思った、うん、方言の派生、いや絶対違うと思う。そういうのいっぱいあるもん、方言っていうよりなんか勝手に作っちゃうやつ。で調べたことあるけど全然関係ないとこだった、昔調べたことあるけど、うん、一度も行ったことないみたいなだったし関係もなかった。特に聞いたもん普通に、ここ関係あるって全然って言ってた、うん、本当になんか方言で使ってる人もいるかもしれないけどなんか絶対違うと、うちの場合うちのその他のなんか家の中でしか使うなんか言わない使い回しとかそういうの考えたら多分、うん、方言っていうよりも勝手に使っちゃってるだけだと思う。結構そう嫌な感じの例え、そう何でも使える、具合悪い時も使えるし、なんか嫌だなって思った時も、とりあえずなんか鳥肌立ちそうな感じとかも使う。方言なのかな、方言ってかなんかなんだろう、もうそこ広まっちゃってるみたいな、特別な意味があるわけじゃないじゃないですか、結構広めに使えるからさ、うん。おいもちゃんの配信はゾンゾンする、それは悪口ですそれは悪口です難しいよね、武者震いでは使わないかな、でも大体具合悪い時とかに使う、鳥肌的な、そう、それが一番なんかベストだと思う。でもなんかゾンゾンって思ったらもうそれが正解そうなんかさ、やっぱさショールームとかって結構割と素で話すじゃないですか、やっぱそういうのさたまにポロッと出ちゃうよね、なんか家でしか使ってない言い方とか、うん、そう、でも鳥肌とかがベストかも。なんか風邪の引き始めでなんかちょっと寒いなって時とかもゾンゾンするっていう、うん、ゾンと、ひらがなだと思う、カタカナではないかな、どうなんだろう、カタカナで想像してたって、なんかひらがなのゾがぴったり、うん、多分ね、うん、すごいお金投げられてる、正解はないんだよ、それがゾンゾンしてると思ったら正解です、それがきっとね。なんかその方言も存在するとは思うんですけど、多分うちは方言っていうよりも感覚のことをなんか言ってるんだと思う。多分もう教えなくても初めて、例えば生まれて初めて具合悪いを伝える時もなんかゾンゾンするって言うと思う
そう全く教えなくても聞かせてなくてももう生まれた時からそういう風になってそう。こんばんは、だってもう夜ですね。ゾンゾン学校とかで突っ込まれたこととかないのって、使ったことないと思う。うん。遺伝子がゾンゾン言わせるのですね。そうかもしれん。でもそういうのあると思う本当に。なんか無意識のうちになんかさ、でもやっぱ方言とかってそういうもんじゃない。日本語だって。特別なんか習うわけじゃないし、生まれてすぐ、うん、すごいよね、そう考えると。に高校1年生の時に本当に今年は解禁狙おうと思って頑張って通ってたんですけど、結構本当に5月6月毛虫に刺されて、もう忘れもしない家庭科の授業中にもう本当に耐えられなくなって、本当に痒くて、もう本当にもう何も集中できないってぐらい痒くて、チラッと見たらもう紫色になってて、もうこれはやばいと思って保健室行ってたら、その授業休んだことになっちゃった。なんだろう、授業の何分授業受けてたらなんか出席扱いになるけど、それ満たさなかったら欠席扱いになるんです、その授業の1時間が。でそれでダメになっちゃったのよ。で痒くて、その時は毛虫だと思ってなかったから、本当に何これみたいなそう何これってなって、なんかどうしたらいいか分かんなくて、とりあえず保健室行かなきゃと思って、で痒いから虫刺されかもねって言って薬塗ってもらって、とりあえず。でもさ、やっぱなんか分かる、こう痒いところにさ、油分がありそうな感じのさ塗り薬を塗ってもさ痒いのよ、余計に。だからその日はなんかもう授業聞いてるようで聞いてないような感じでしたね。うん。でその日のうちになんかちょうど車通学だったのかな、送ってもらってて、毎日帰りも迎えに来てもらってたから、その足で皮膚科に連れてってもらって、こんぐらい紫色のなんか何かができてて、腫れてるって紫色みたいになってて、そう毛虫でした。結構毒素なんか強めですねみたいな、直接踏みましたって、こんなとこ直接毛虫踏むわけないでしょと思いながら、そうしばらく痒かったですね。そうなんで本当に裏とかね、今綺麗だけどしばらくするとね、やっぱ毛虫とか増えちゃうんで、あまり近づかないようにしてください。うん、本当に治ってよかった。もう本当に痒かったからさ、なんか風に乗ってね、やっぱ飛んでくるんですよ毛虫って。毛虫が飛んでくるわけじゃないけど、そうやっぱさ学校とかって桜の木とかあるから、やっぱそこ通ってる時とかに風に乗ってふわーっと行ったんですかね、やっぱスカート履いてたので。うん、もうびっくりしたよ、直接見ましたかってそんなことないよ。でも5月ぐらいだったのかな、うん、いつぐらい、でも5月4月5月、うん、月初だったの覚えてるんだよ。だからさ皆勤賞狙ってさ5月ぐらいでアウトってさ、もうアウトじゃん。うん、蜂に刺された経験、蜂あ蜂がいると思いつつも、そういうことばっか覚えてる。そうそう、ナウト
あとちょっと耐えたらよかったかもしれないんですけど、にしてもなんかやっぱさ、毛虫って分かったらそっかって思うけどさ、何かは毛虫踏んだ記憶もないし、何かできてるって思ったらやっぱり、ね、行かなきゃって思ったのよ。仕方ない、サボりじゃないから、これはサボりではない。本当に心当たりない、本当に。こんなことを、口内炎ができた口でこんなことばっか言ってたらもう毎日大変な生活を送ってるって思われそう。ムカデはね、友達が着替え、体操服から制服に着替えるときにいたって言うから何かと思ったらあ、体操服からムカデ出てきたことはある、うん、やっぱ田舎の学校だったのでね、どうしても多かったのかな。ミツバチはめったに刺さないからかなり刺激したねって、まあ、掴もうとしたからね、ミツバチを遊具ごとね。あ、もう7時になってるじゃん、あと30分なんで、質問ないしさ、もう話題が古すぎて、いや答えられるのは答えられるんですけど、めちゃめちゃ古かったら飛ばすかもしんないです、すいません。都会は虫がいないのが寂しいって、いやでもいたらいたできっとさ、やだな虫って思ってるよきっと、うん、かな。次って言って1個目だから次って言っちゃった癖でお仕事行ってくるだって、頑張ってください、ファイト。1つ目、 HKT48 にオーディションを受けに行くとき悩んだりしませんでしたかって。でもな、結構勢いで応募したってところあるから、なるようになれって感じではありましたね。結構悩んだかって言われると、その最初に送るときは悩んで最終日に送ったのかな、割とギリギリに。なんかアイドルになりたかったってわけではないから、ずっとだからどうかなどうしようかなっていうよりも、なんかやっぱオーディションを受けるっていうこと自体がだから、オーディションに自体にちょっと不安で悩んだっていうのは、不安っていうか受かるか落ちるかだろうみたいな次元だったから、まだそう、例えばさ、ずっとかったらオーディションのこととか視野に入れてずっとね、なんだろう、考えてたと思うんですけど、全然そういうわけじゃなかったから、オーディションって何するんだろうみたいな、そう思いながらでしたね。その1時受かって2時に行ったりとか、2時に受かって最終行ったりとかは悩まなかった。うん、なんでだろうね、今考えたら。全然悩むのもありだと思うんですけど、私はそこでは悩まなかったね。変だね、うん、ダンス経験なしだと不安だろうねって。でもなんだろう、あんまり不安っていう不安じゃなかったかも。うん、だって1回しか教えてくれないとかではないと思ってたし、なんか完璧に覚えられたかって言われたらそういうわけじゃなかったからあれなんですけど、でも完璧に踊れたらいいってわけでもないし、うん、本当になるようになれって感じですね。できることやるしかないから。劇八の脚本もらって最初に読んだ時の感想を聞きたいです。うん、豊永亜希だなっては思った、読んで。なんか言葉の言い回しとかブログとかもいっぱい読んでたから、でもなんかこれできるのかなって不安ではありましたね。そんな感じ、うん、学校どうしようとか思わなかったって、なんか落ちた時のことも受かった時のことも考えてなかったから、そう。でもその最終に行く時は何かと被ってたのかな、もしかなんかと被ってて、そこでもう言うしかないじゃないですか、
行きたいのでって。でもその時は最初はダメって言われたんですけど、なんかアイドルのオーディション思って言ってダメって言われて、もしが言う、え？HKT？ みたいな感じだった気がする。うん、ダメって言われても私のことを考えてくれてのダメだと思うから、その時は本当に HKT って言ってもダメだった時はダメだったと思うんですけど、でなんか別に HKT だからいけるっしょと思って、ダメって言われてそうですかってなるんだったらなんかちゃんと言った方がいいと思って、そう最初本当に受けたいんですけどって感じだったけど、その HKT48 のオーディションの最終審査まで行って、書類2次受けて最終審査まで行って、そう最後なので行きたいですっていうのを伝えて、いいよって言ってもらえて、やっぱさ、もしって大事なんですよ。高校2年生の時か。でも結構なんだろう、進学目指そうみたいな感じだから、行きたいところがあるならね、就職もいいけど、もしあれだったら大学進学行っていろんな勉強しましょう、してみましょうみたいな感じだったから、結構ずっともしとか大事にしてたので、うん、なんだろう、学年主任の先生がすごいもしに力入れてる系だったからやっぱりね、そう最初は、だからその先生が、私が最初に受けたいですって言った時にの先生がいいって言っても、その先生がいやもし受けなさいって言ったら、多分最終オーディション HKT だったとしても、まあ、その先生はね、学年主任の先生は結構最後の方まで結構ね勉強が一番だろみたいな感じだったから、そうもしかしたらダメだって言われた可能性もあるので、そう、うん、高3に入る前だったかな、最終審査は、まあ、その結局伸びてしまって高校3年生になってからだったからあれなんですけど、その時はまだ高校2年生だったかな、うん、でそうだよね、だってさ高校3年生になって最終オーディションの日付がちゃんと決まって受けたいですって言った先生は高校3年生の担任で、最終審査の時はまだ高校2年生の担任の先生ってことだったのかな、どうなんだ、本当にちょうど間ぐらいだったから、もしかしたら春休みだった可能性もあるしね、ちょっとそんな感じだったかな。だからタイミングってすごいやっぱなんだろう、大事だなって思いますね。もしかしてさ、その春休みじゃなくて2月1月とかだったら高校2年生の担任の先生がダメって言ってたかもしれないし、うん、5期落ちてた、 4期落ちてたら5期受けてた、え、わかんない、本当にその時じゃないとわからないかな、うん、もういいやって思って受けなかったかもしれないし、まあどっちにしても受けられなかったんですけど、年齢的に多分、うん、前練習期間中の質問だったので飛ばさせて、激ハゼ緊張しますか的な感じの、次、パフォーマンスの時ここはこだわってるよみたいな見てほしいポイントってどこですかって、うん、こだわりポイントは前も似たようなこと言ったんですけど、まあ、気づいてもらえたら嬉しいけど、でもなんかこだわってるところって言われるとなんか難しいかもしれん、うん、なんか自分で言うよりも気づいてほしいところかも、こだわりポイントとかは。でもね、なんか 2,3 回言われたことがあって、その時はちょっと興奮したそう、そうなんですよ。
でもなんか全然言ってほしいっていうわけでもないし、うすうす気づいてくれてたらそれでいいかな。うん、まあ、答え合わせしたかったら全然言ってくれたら答えるし、うん、別に心の中で思っててくれたらそれで全然嬉しいです。私は感じ。あ、これもすごく激恥。激恥終わったらやりたいことは何ですか。実家に帰りたかったです。帰れました。やっぱさ、なんか本当にね、今思い返したらすごいやっぱ大変だったから、なんだろう、心の休息が欲しかったうん、すごい同じとこに置いてるから通知がね聞こえちゃうね。うん、そう、よいしょ、割と答えちゃった。じゃあ次最後にしよっかな。でもやっぱちょっとなんだろう、運動量が減った。どうしても毎日、ほぼ毎日 K の家に通ってたから結構歩いてたんですよ、1日。そう、歩いてたんですけど、やっぱそれがなくなったから動きたかった、ずっと意外となんだろう、歩いてたなと思って毎日見てた。あの、なんだっけ、ヘルスケア。ちょっと飲み物失礼します。やっぱ口内炎パッチに気使って喋ってるからいつもより喉が渇く。Kの家は別の場所なの。そうなの、ここじゃないんです。 Kのお部屋用に、まあ、いろんなとこからカメラ設置したりとか、その映すところとかも細かく決めてたので別のお部屋を借りてました。1ヶ月だけ。うん、これ最後にしよう。さっきも最後にしようってよね。仲のいいメンバーを推しメンって言ってるのどう思いますか。もちろんおいもちゃんも推しですって。いや、全然いいと思います。嘘ついてるより全然いい。おいもちゃんしか好きじゃないからって言って、他の子好きなのより、あの人も好き、この人も好きの方が全然いい。なんかやましい気持ちなく推しててほしいですね。なんかいじってでえへーってなるとずるいんですけど、私が例えば誰々のとこにも行ってるでしょって言って、えバレたごめんってみたいな感じになるのは全然いいんですけど、なんかうん行ってないよ、うんってなってさいや行ってるやんけってなると悲しいです。好きって言って、どっちも正直に言っていいと思います。嘘つきより本当全然いい。その落とすための嘘みたいになるとちょっと悲しいかもしれん。そんなって、なんかさ、誰々が誰々も好き、私以外の誰も好き、誰々も好きっていうのは私的に情報の一つなので、なんか本当に隠したいなら仕方ないけど、全然いいんですよ本当に。こういうのは全然いいんですけど、うん、そう、なんか普通に、なんか普通に悲しくなるだけ。うん、なんか本当に真剣に隠されると、なんか、ね、情報の一つとして持ってるだけだから、まあ、いじれる人だったらいじるんですけどね。嘘はついてないけど心が痛い。悪いことじゃないのでね、本当に。広瀬すずちゃんは、おいもちゃんはなんか、おいもちゃん以外の推しの情報もすごく全部把握してるから、なんかバレるみたいな、隠し通せないって思って、なんだろうすごく正直に白状してくれる人もいますね実は。
気づいてると思うんだけど、誰々ちゃんのとこにも行ってるんだよね。で、そうだったんだって思いながら、そう聞く時もあります。あのわざわざあの漏らしてくれてありがとうございますって思いながら聞いてます。そう本当に例えばそのたまたまリプもらってって。プロフィール押しちゃって、あその子も押してたんだっていうのを知ることももちろんあるんですけど、わざわざ自白してありますね。こうあの握手会とかですごく面白いなって思います。でもその言い方でなんかそれはいじっていいタイプのあれなのか、そっとしておいてほしいタイプなのかとか結構分かれる人は分かれるから、なんか本当に反省しながら、なんだろうしか見えないから、もしかしたらないなって思うし、ちょうどさ お休みドンピシャだったら嬉しいけど、だって私ももしで行けないかもって時あったもん、握手会。ある程度の1年のさもしの日とか分かってたから、毎年の傾向とかで。そうで受付が始まって、え、かぶってるじゃんと思って、なんかブスブとかだったらよっしゃーみたいななったり、イベント行きすぎ、ティッシュはもう最後に捨てられるの、ティッシュ以外で。楽しみですね。心がけてるんですけど、なんかゆっくり話してちょっと早いぐらいになる多分。でもね、多分今までよりは距離があったりとかどうしても多分あると思うので、そこは気をつけていきたいなと思います。だからなんかさ、私は参加しないけど、ちょっとなんか事前に三育年の方でちょっとお話し会あるじゃないですか、何人かだけメンバー、なんかそれの様子とかも聞いたりして、なんか特別できることなんだろう、それその時だからこそできることとかあったらいいなって思ってるんですけど、とりあえず聞いてみてからですね。そう、どれぐらい離れてるかとか、例えば間にさ何かを置いたりとかさ、やっぱ分からないといろいろちょっと決めにくいなっていうのもあるので、うん、どういう感じなのかをね早く知りたいですね。多分みんなもそうだと思うし、うん、なんか結構ね忘れられてないか不安って方がね多いんです。さあ絶対忘れてませんって断言して悲しい思いさせるのも良くないし、言えないんですけど、とりあえずオンラインの段階では、ちょっと久しぶりになったオンライン段階では全然覚えてたので、きっと大丈夫だと思います。うん、だって 100% 大丈夫だよって、本当にめっちゃ覚えてるからって言ってさ、忘れられてさ悲しいよりもさ、あんなことやってたくせにしっかり覚えてるやんかの方がさ嬉しいんじゃないですかね。ちょっと分からん、なんか言えん、そんな軽々しく。うん、でもそのオンライン握手会、そのさ12月明けおめとか夏とかになって、その時はね全然大丈夫だったから、うん、多分大丈夫だと思う、うん、ぐらいが良さそう。なんかうまく言えない、うん、忘れ
しかしたらあれかもしれない。でもオンラインで初めましての人は一回名乗ってくれたら嬉しいかもしれん。意外とさ、画面で見た感じとさ、実際会った感じでちょっと雰囲気違ったりさするかもしれないからさ、うん、マスクあるだけで顔わかる。マスク意外とわかる。なんかやっぱさ、喋ってる時って目元見てるから、ここら辺をよく、まあもちろん口元も見えてるけど、なんだかんだで目見て喋ってるから意外とさ分かるもんだなって公園で思いました。おやまちゃんは、うん、公園を見た時にね、うん、でももちろん名乗ってくれた方が分かりやすいっていうのはある。うん、もちろん。でも多分おやまちゃん的に予想は、喋ってるうちになんかあの時あんなことあったくないみたいなのは結構言っちゃいそう。うん、むしろ5年ぶりに申し込みをしま、5年ぶりもちょっと無理かもしれん、分からん本当に想像がつかん、5年ぶりって、うん、5年ぶりはちょっと分からんか。5年ぶりとか一度だけ会ったことありますとかはちょっとさすがにおめちゃも自信ないかもしれないんですけど、うん、初めて行くけど3回目ぐらいのふりしてもいいですか？それは怒ります。いや、だから自信なくなるのよ。なんだろう、例えばさ、初めましてって来ても公園に来る方とかだったら握手会は初めてだけど、会うのは初めてじゃないじゃないですか。その時の頭の中やばい、え、本当に初めまして、本当に見たことあるんだけど、あれ、え、違う人みたいなやっぱさ、世界にも3人似てる人いるって言うじゃないですか。え、そういうタイプの人みたいな、え、あみたいな感じになったりするからさ、うん、結構難しかったりする、そういうの。え、絶対顔見たことあるのに、え、みたいな感じになってたら、あ、公園は行ったことありますって人が多いから、あ、そういうことかって。やっぱその握手会自体は初めてだけど、公園で、でも公園はやっぱ見たことあるぐらいが最高かな。さすがにさ、見たことあるで名前当てたりとかは無理なんですけど、うん、多分その頭フル回転させながら喋ってる時は変な顔してると思う。うん。まあ全然な、絶対名乗ってったわけじゃないけど、まあ、名乗ってくれた方が早く、あーねってなったりするかな。で、どんな感じか分かんないからあれなんですけど。ない方はおすすめです。回し物ではありません、まあ、できないのが一番です。10枚入りです。 CM 狙ってません。あー、配信めっちゃ止まるって。じゃあ今日はこれくらいにしとこうかな。まあ、そう、止まるからやめるとかじゃないですよ。ちょっと喋りすぎなのでね、今日はこれぐらいで終わりますが、じゃあランキング読んでいきたいと思います。13位、トミヤさん、美もだちありがとうございます、ピース。12位、タケヒロさん、おしめにとって必要な存在になれたらいいなって。もう必要じゃない美もだちなんていません。美もだちに、もうみんなが HKT のことを応援してくれてると思うので、ここにいるみんな、みんな必要です。とってもいつもありがとうございますって感じで、ありがとうございます。すごい、ついでじゃないの、ついでじゃないけど一緒に感謝しちゃったみんなに。11位、はるきさん、お話し会が楽しみですって。おいもちゃんもすごくとっても楽しみにしてます。でもね、すぐ来る、だって6月でしょ最初、絶対すぐ来る。ありがとうございます。10位、しのぶさん、リモ達ありがとうございます。見て、カタカタありがとうございます。9位、飛ばしてないよね。9位、マーシーさん、おいもちゃん欲しいって、ありがとうございます。戻した、ちゃんと。次、8位、ひーちゃん、 PA がテレビ見て寝れない時自分の圧は聞いてたって。もう弱々でした。あれから
か狙ってとか、そんなやらしい配信じゃないですよ。こんな鼻が赤くなるよって勝手に自分の中で、皮膚科は30分で終わると計算して、洗濯機のスイッチを入れて回し始めていたしました。無事成功しました。もうしません。ありがとうございます。5位、ナミさん、ありがとうございます。拍手。ローマ字何の感想ってね。4位、ハピーチさん、おいもちゃんの三福にのおしゃべり会はあるのかなって。あると思います。先行でやるだけ、きっと。やりたかった、参加したかったけど、まあこればっかりはもう決まっちゃってしょうがないので、私の分も使える時を楽しみにしてます。ありがとうございます。3位、海坊主さん、おいもちゃんに会いたいって。もう本当にちょっと喋りすぎて、ありがとうございます。拍手。1位、クリボーさん、仕事お休みですね。ありがとうございます。おいもちゃん、そういう意味だと思ってた。使える時ないのかな。まあなんかお知らせ次第ですね。ちょっとわからないので、もしかしてなんかあったら、手元にある人もいると思うので、なんで本当にもうみんなの、よなんだろう、都合とかは本当に最優先で、できればよ私とのお話し会を、あの予定として入れてもらえたら嬉しいなって思います。財布にまだあるよね、あるよね、きっと。なんでその時もお待ちしてます。ってな感じで、今日はちょっとお見苦しいところもちょっとねお見せしちゃったんですけど、今日はこんな感じで終わりたいと思います。もうね、ご飯食べるつもりだった。でもなんかでも薬飲まなきゃいけないから、あの耳のちょっとだいぶちっちゃくなりましたね。耳のやつで薬飲まなきゃいけないので、とりあえず卵豆腐だけ食べようかなって思います。それでは See you again、 また来て again、 あの何度もしつこいんですけど、おしゃべり会ね、気持ちが上がる今日はこんな感じで。あ、そう、もう8時だから、できれば何も食べたくないけど、まあ、薬飲まなきゃいけないので、胃のためにもちょっと何か食べたいけど卵豆腐しかないので卵豆腐を食べますっていう話をしました。はい、それでは全然寝ないけどね、メール送りますね。ありがとうございました。バイバイ。